はい、こんにちは。今回はブリーチなしの茶髪をブルージュやグレージュにということでやっていきます。こちらは初めてのヘアカラーシリーズの中の一つで、初めてヘアカラーをされる方、いろんな疑問があると思うんですけど、そちらを解決していく、そういう企画になってます。で、こちらが普通の茶髪の状態。これぐらいの明るさの人は結構多いかなと思います。これヘアカラーのチャートで見ていくと、一番左に数字が書いてるんですけど、上が14から下が2まで。で、一番多いのは8レベルから9、10、まあ、この8、9、10レベルぐらいが特に多いトーンになってるんですけど、今回のこちらはだいたい10レベルぐらいとなってます。で、こちらに今回使った薬剤がアジアンカラーフェスのブルーとグレイですね。こちらにクリアを使ってます。今回はあまり暗くなりすぎない程度で色味を出したいので、クリアが2に対してブルーやグレイを1に設定してます。で、ブリーチなしの茶髪からのグレージュということで、右側が元のベースの状態、茶髪ですね。こちらにグレージュ系を乗せるとこういう感じになります。で、次にブリーチなし茶髪からのブルージュですね。こちらも同じく右側が普通の茶髪で、それにブルージュ系の色を乗せるとこういう感じになります。まとめ、普通の茶髪だとやっぱりいまいち面白くないので、肌も綺麗に見えるアッシュ系をのせた色もおすすめかなと思います。今後も様々なカラーを紹介していきます。今回は以上でした。